今日のコメント、ハルカツさんにとってスー君はペット扱いですか、それとも社員だよ。どうもハルカツです。皆さんアニポケを見ていますか。新聞中心も終盤に入り盛り上がっていますよね。てかスー君、今から社員から部長に昇進させます。やったー、社員僕一人やん。じゃあ新しい社員募集しなきゃ。僕の動画見る方の中に働きたい方はいるかね。年中無休、1日の作業時間14時間、在宅勤務、月10万のホワイト企業だよ。そこで今回はダンデは無限ダイナーを決勝で使うのかについて話していこうと思います。では関係ないけど、久しぶりにお寿司食べたら26貫食べちゃいました。というわけで、ことの最後まで聞いててください。最終結論、ダンデは結局決勝で無限ダイナーを使うのか。先日のアニポケは結構見どころがありましたよね。その中でもみんなが一番気になったポイントとしては、ゴーから譲渡されダンデのものになった無限ダイナーをサトシとの決勝に使ってしまうのかどうかです。先日のアニポケではその辺が曖昧になり、結局使うのか使わないのか分からない感じになりましたよね。この議論は今 SNS 上でもトレンドに入るほど話題になっています。僕の結論を先に言うと、ダンデが無限ダイナーを決勝で使用する可能性はほぼゼロだと思っています。なぜそう思うのか、それについてはいくつか根拠があります。まずは先週のアニポケのダンデの発言です。もう少し力のコントロールを覚えてくれるといいんだがと無限ダイナに発言しています。これはイコール無限ダイナはまだ戦ってしまうと暴走してしまうことを示唆している発言なのかなと思います。あとさすがに世界一の男が大舞台の決勝をぶち壊す可能性のある無限ダイナをわざわざ大事な試合に使うとは考えにくいです。ダンデの戦い方は直感でやっている部分ももちろんありますが、相手によって技構成を変えたりいろんな想定をし、かなりの戦略を組みバトルに臨んでいるのもわかります。それに比べると今の無限ダイナは不確定要素しかないんです。決勝前日でそれがどうにかなるとも考えづらいですしね。あとは確実に視聴者が激怒し炎上するから、さすがに公式も現在のアニポケ視聴者のダンデ嫌いの現状は分かっているはずです。てか無限ダイナを受け取った時点でもうすでに炎上していますしね。まだサトシが月光河を使うならとかそういった意見もあるんですが、それも可能性は低いですしね。あ、これに関しても面白い考察があるので明日動画にします。まあそんな流れから無限ダイナを使うことはアニポケの大衰退にもつながりますし、僕はありえないと思いました。それにやっぱり無敗の男というからには伝説ポケモンに頼らずリザードンをしっかりエースとして使ってほしいです。オープニングでもサトシのルカリオとダンデのリザードがぶつかるシーンがあるから、さすがに無限ダイナはないと思うんだよな。てか無限ダイナ見て思ったけど、ダンデの手持ちに無限ダイナがいるの僕考察当てちゃいましたね。これ1ヶ月前の考察ですよ。また公式側の人間だってみんなに疑われちゃうよ。まあ手持ちにはいないと思いますけどね。みんなはこの無限ダイナをダンデが手持ちで使ってくると思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とはこんな感じで最終結論、ダンデは結局決勝で無限ダイナを使うのかについてでした。ちょっと向こうのスターちゃん登録やししごよさんよろしくお願いします。では次の動画へ、せーの、グッディー。